皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、4月4日の20時、3分、阪神タイガースの試合を見始めたのは、18時40分ぐらいですね。それまでに、18時過ぎからホームページ淡井圭介の利益の1番からアクセスできる動画を2つ、まあ、貼り付けて、試合展開としてはそれまでは私がテレビをつけるまでは0対0で、まあいろんな要素をお伝えしていきますね。前川選手がツーベースを打って佐藤輝明選手もヒットを打って1、3塁という場面ができた後、梅野選手が外角のボール球だと思われる球ですね、そちらを、まあ、センター返しで打ち返している。まあそれまでの解説席での掛布さんの喋ってた内容が、まあセンター方向へ打ち返すというような内容で、まあコメントをしてたんですね。で、今日の試合に関して、まあ私の方としても、そのまあ今年の優勝は横浜ベイスターズというところを、まあ意識はしていました。で、まあ、点数は阪神タイガースに先に2点が入るんですが、その梅野選手がヒットを打った時に、まあサード行った時、佐藤輝明選手ファーストのランナーの、まあその審判の方が、そのまあ最初はアウトというコールで、まあビデオ判定、まあリクエストで、まあ場内に、まあ映像が出てきた時に、まあタッチのしに行き方ですね、グローブので、まあ昨年も言いましたけども、そのサードのね、先進の方があの位置からだったら、そのアウトに見えてしまうんですよね。その左グローブの方でしたよね、確か、あのシーン。まあちょっと今日は録画をしてないんですけども、左グローブの方の時はサードの先進の方、もっとあの外野の方へ行ってもらって、その横からね、あのタッチと手が見える位置に行かなかったら、真後ろだと正直わからないと思うんですよ。ほぼ真後ろ。まあ、むしろやや本塁側に近い位置取りで見てるわけじゃないですか。あの位置だったらわからないんですよ。で、まあ、カメラ、外野からのカメラの、まあ、正直レフト線からのところと、まあ、外野のライト側のところからの映像の状況を見たときに、まあ、やっぱりセーフに見えますね。で、問題がその後なんですよ。その後、ファーストゴロを打った後、まあ、ファーストの、まあ、横浜選手が、ファーストの方がキャッチされて、ベース踏みますよね。で、本塁に送球しましたと。で、まあ、審判の主審の方はアウトというコールだったんですが、まあ、サードの、佐藤輝明選手の本塁に、ホームベースにスライディングしに行ってるシーンなんですけども、最初の方の映像を見る限り、私の方では、あ、これはセーフだなと思いました。まあ、その辺のところも、まあ、まあ、タッチの、そのタイミングと、あと、私の方ではね、最初の方の映像は、明らかに佐藤輝明選手の足はベースに対して浮いてなかったんですよ。で、まあ、そうですね、やっぱりあのシーンですから、主審の方も素早く、これね、やっぱり先ほどのサードの話と同じで、グローブをどちらにつけてるからなっていうところもあると思うんですよ。それで、まあ、本塁の場合、まあ、サードの場合は、その、右グローブの方だったら、今日の立ち位置いいかもしれません。ただし、
や違うかな、やっぱりその外野元レフト側の方にサード選手の方も出身の方も元サード側の方にいなかったらバックホームの体制に関してその立ち位置なんですよね。でそのどちらのケースもそうなんですけども、まあ生い立ち気味になるじゃないですか。昔のあのそのキャッチャーの方のその立ち位置と今はコリジョンルールという形で、まあベースの前に立ってと生い立ちになるから、出身の方が必ずこうだいぶ左側に寄ってなかったら見えにくいと思うんですよ。特に生い立ちだから、ただねその本塁にそのまあ足からの今日はスライディング佐藤輝明選手でしたけども、その足にしても手にせよ浮いてるか浮いてないかってこれ結構あるんですよ、スローモーションで見ると。で僕から最初見た時何回もスライディングしてるところの映像が5回ぐらいは放送されましたよね。で最初の方ね、どう見ても浮いてなかったんですよ。で、あ、先に足の方は、ホームについてると。で、解説席の方でね、まあ、掛布さんの方が、浮いてるかもしれないっていうことを言ってたんですよ。で、後から、その内容を僕の方でも、そんなに何回も言うんだったら、そうなのかなと思ってみたら、ちょっと浮いてたんですよ。その瞬間ってどう思われます？ AI による映像加工。去年のペナントレースは確実に僕は見ました。解説席の元、オリックス・バファローズにも阪神タイガースにも所属していたことのある元選手の糸井さんがヘルメットが動いたっていう発言のシーンですね。そのシーンは、日本シリーズで、ランナー一塁で、ゴロを打った時にセカンドへの送球で、ショートがベースカバーでセカンドの選手がキャッチしてランナーに対して阪神タイガースのランナーに対してオリックス・バファローズのセカンドの選手が追いタッチしに行ってヘルメットが動いたっていうことを糸井さんは言ってたんですよ。で VTR が流れた時に2回ずつ流れ、ヘルメットが動いてない時と、ヘルメットが動いてる時の映像が2回ずつ流れてるんですよ。だ映像加工が、その、すぐに AI で処理される、その解説席の人の言葉によって、で、これどうなんですかね。僕の方もそれを認めたからそういう映像に変わりました。最後のそのホームのところなんですよ。だからその昨年の日本シリーズでそういったそのヘルメットが動いてる映像が2回とヘルメットが動いてない映像2回放送されていて、普通に考えたらね、まずオイタッチで、これ肩の可動域なんですけど、ここからこういう風にいってるんですよ。で、スライディングしにいってる選手の頭にタッチができるかって言ったら、こっちの方がスライディングより早く動かなきゃならなくなるから、どう考えてもそれはないんですよ。際どいプレイですよ。そう、際どい判定ですね。その、難しい、そのタイミング的に。ただし、理路整然と普通に考えていくと、途中でね、その、僕が感じたことは、まあ、阪神タイガースの方の、その、海野選手がセンター前、まあ、ボール球をセンター前にヒットを打って、そのサードランナーのそのアウトがセーフのところでね、まあ、結局セーフだったという形になったじゃないですか。で、まあ、どの辺で試合がどうなるのかなっ
その先々の未来がっていうことをもう僕は考えてるんですよ。もう去年とか、まあ、今までの、試合の勝ち負け、他のスポーツも含めてなんですけども、そのジャッジの仕方によってっていうところも含めて、特別今日の試合に関しては、阪神タイガースの選手に頭の中を渡そうとしたりとか、例えば横浜ベイスターズの選手の人たちに頭の中を渡そうとか、自分からは自主的にはしない。ただ聞こえてきてる内容とか自分で考える答えとかによって頭の中が、まあ低下してる、まあどこかに行ってるわけなんですよね。で、まあ今の時間、まあ撮影してるこの時間を見てもらったら分かると思うんですけど、試合中なんですよ。で、まあその後横浜の方が3対2と、まあ、1点差で、まあ、リードしてるような形になってるんですけども、その、逆転した時ってセンター前ヒットなんですよね。で、阪神タイガースの投手の人が投げたボールが、フォークボールで、これも、梅野選手ボール球を打ちに行っていって、センター前にヒットしてるんですよ。で、横浜ベイスターズの選手も、あのフォークボール、バット止めてたら多分ボール球だと思うんですよ。だけどそれを打ちに行ってセンター前にヒットして逆転してるんですね。で、これはもう高校野球、もう今年の選抜で直接テレビ見ながら試合取り組んだ時もそうだったんですけども、同じようなプレーが返ってくる。で、まあパリーグのことも、まあまあ、YouTube でも公然と私は述べてますけども、まあ、パリーグの優勝に関してはロッテか楽天だということで、今までの内容を踏まえた上で、まあ、今までのことを、全て総合すると、まあ、そういう話になってくると、まあ、こういうことを申し上げて、まあ、今シーズンの開幕戦は始まってるんですよね。で、他にも気になるところとかはいろいろあるのはありますね。その、サッカー界との点数など、例えば、水曜日の試合、東京のサッカーチームが勝ってるんですよ。で、その影響があったのか、昨日、ヤクルトと巨人両方勝ちましたけど、どうでしたっけ？これね、阪神タイガースが、5点取られて負けた試合、他の、まあ、横浜ベイスターズが5点取ってる。で、サッカー界に関して、ヴィッセル神戸も5点リードで勝ってませんでしたっけ？これね、まあ、今日は特別、その、自分からこう言葉のワードを組み上げて、阪神タイガースの選手の方に頭の中を貸そうとかというわけではなかったんですよ。まあ、配球うんぬんとかそういうところをじっくり見ていて、例えば横浜 DeNA ベイスターズの、今日の先発の方、まあ、梅野選手にボール球、低めのボール球をセンター前にヒットされて点数取られてから、左バッターに対して外角へこう明らかにこれボールだっていうようなボール、まあ、ストレートがすっぽ抜けてるんですかね、まあ、そういうようなボールが多数、投げてしまうような状況に陥っていたと。だまあ横浜サイドから見るとあのボールは増えてきた時点で僕ならピッチャー変えれますねということを、まあ、横浜ベイスターズのベンチの方に伝えて出たんですよ。で、その時のスコアはどうだったかな、ちょっと忘れましたけども、その横浜ベイスターズが3対2に逆転する前の時だったと思うんですけど、ファーストにランナーが出て、中野選手が、セーフティー気味にファーストのライン際に、まあ、バントして、で、まあ、その、場面でピッチャーを変えられたと思うんですね。その一つの要素として、その、
ボールゾーンをヒットで打ち返された時にこうピッチャーがどういうふうな状態になるのかっていうのは、この日本のプロ野球業界としてもそれは注視する部分だと思いますよ。そのピッチャーの替え時のタイミングですね。まあ、今電波の方でシーソーだったら横浜側っていう声が聞こえてきてるんですけども、まあ今日の試合に関してもまあまあ心境複雑、試合始まる前の僕のその感覚では、まあ、横浜ベイスターズが今年優勝するべきですから、今日阪神タイガースが横浜ベイスターズに負けてもいいやっていう感覚だったんですよ。まだ試合中ですよ。で、その後他球団を根こそぎ、まあ倒していけばいいと。まあ要するに勝つっていうことですよね。そうすることによって、まあ今首位がヤクルトで、そこに対しては今のところは3連勝するぐらいで、ちょっとね、勝ち星と勝ち数と負け数に関して勝率に関してもうぐっと下げていかなきゃならない。今勝率ヤクルトは8割、まあそういうふうな形で、まあ試合前までの私の心境ですよ。でね、あとまあちょっと横浜ベイスターズの選手に対して、まあ勝負しに行った時なんですけども、西投手でしたっけ、桐敷選手でしたっけ、どちらの方でしたっけね、内角にストレートを投げ込んで左バッターの方に、ヒットを打たれてるんですけども、その方の選手はね、開幕してから調子が良くて、12打席中9本ヒット打ってたんですかね。まあ打率がその打席入った時点で7割5分。そういう調子のいい選手に対してはやっぱり、まあ、勝負の仕方としてカウント2ボール2ストライクだったような気がするんですよ。どうでしたっけね、3ボール2ストライクでしたっけ。それでストライクゾーンに投げ込むんだったらまだ理解ができるんですけども、まあ振らせるボールですね。まあ、左対左だったとするのであれば、桐敷選手、まあ、そこでスライダーやもしくは落ちるフォークボールで空振り、まあ、ただ、スリーボールツーストライクだと、そこをどう判断するかはもうバッテリーにお任せする形ですね。ただ、野球の鉄則としては、まあ、マウンド上がって、直後ってボールしっかりとコントロールできてる人多いじゃないですか。で、やっぱり塁が埋まってる埋まってないとかももちろんあると思うんですけども、その極端に調子が良いバッター、そこに対してね、内角のまあ外出席の人たちはいいボールを投げてるんですけどねって言ってるんですけども、僕の感覚、その勝負をする人間としての感覚としては、その今の人の状態の時にそこに投げ込むのは危険だなっていうのが僕の感覚なんですよ。僕なら桐敷選手の時でしたっけ、左対左でしょう。で、桐敷選手だったら外へそのボール球になるその斜めに落ちるスライダーだとかがやっぱり有効になるカウント、特にその、ただ打ってる選手ってバッ
とよく降ってくるじゃないですか。もちろんまあボールカウントとその無駄なフォアボールを出さないっていう部分とそこを総合して考えていく。ただもうシーズン最初始まった時って明らかに極端に調子のいい人はやっぱり気をつけといた方がいいですね。まあ内角、まあインハイのストレート、威力のあるストレート、岸崎選手だったと思うんですけども、いいボールを投げてるのは投げてるんですよ。威力もストレート、威力は感じてました。西投手でしたっけ、ちょっと、ごちゃごちゃになってきてますが、ライト線のところに、ライナーを打ち込まれてるんですけど、ライナー製の、弾丸製の、あたり、まあ、ライナーの意味は列車なんですけど、まあ、新幹線とか速いですから、まあ、ライナー製というような表現をするんですけども、速い打球を打ち込まれてるんですけども、ああいう、極端にね、打率の高いバッターとか、あと、まあ、渡来選手の時に自然と、顔付近のところにボールが行ったと思うんですけども、もちろんピッチャーはそこへ投げるつもりないんですよ。だけどもその今日は天の神様へのお祈りしてましたんで、まあ、もちろん渡来選手はああいう風に全力で避けに行っていただくのがもう一番いいパターンです。まあ、ああいう風に避けていただいて、まあ、ただあの時動いてなかったとしても、ちょうど顔面の前取る、もう横から見るともうこれぐらいで通過してるようなボールですね。一応当たりはしないんですけども、その位置は大変危険なので、まあ、全力で避けに行っていただくと。でそのまあ渡来選手に関して、その、デッドボール2試合目か3試合目でも、もう2試合目じゃなかったでしたっけ、頭部へのデッドボール、まあ、ヘルメットで、まあ、まあ、事なきを得ていた。で、デッドボールを受けることによって、ホームランを打ってるようにも見受けられるんですよ。で、同じようなところに、ボールが自然と行ってる時点で、まあ、今日は天の神様への安全のお祈りしといてよかったなと、忘れずに。対応しといてよかったなっていうのは僕の心境で、結局、阪神タイガースのピッチャーの人がボールすっぽ抜けて、西投手の時でしたっけ、デッドボール出してしまったの、桐崎選手、いや西投手だったような気がするんですけども、フォークボールのすっぽ抜けですよね。まあ、その辺のところで、まあ、なぜそうなったかについて、特別僕が阪神タイガース側で勝ちに行こうとしてなかったことが原因でそうなってる可能性もあるんですよ。それテレビつけた時に心の声で人に言ってるというよりもコンピューターに言ってる部分の要素の方が何か僕からしたら大きいような気もするんですよ。自分で発言したから試合中にその考える内容とかが横浜選手に優位になるように自然と頭の中の回路はそうなってた可能性があります。だからね、今日の試合に関してはその試合の内容を見ながら、あとはそうですね、気をつけなければならないのはそのパターン、相互パターンを考えていくと、これ先に見破っておきますね。天の神様への安全のお祈りもしてるから大丈夫だとは思うんですけども、阪神大会の進む選手にデッドボールが来る可能性があると、しかも、まあ、今日の試合に発生する可能性が高いと。阪神タイガースの選手が出、だからその、まあ、ボール球、梅野選手がセンター前にヒットで、横浜ベイスターズの選手も、フォークボールの、その、ボールゾーンの位置のところのボールを捉えて、センター前にヒットをして、得点してるんですよね。だから、したことがこう、返ってくるみたいな、状況があるので、まあ、その辺のところが注意点なんですが、もうこの動画はね、
ここまで言うぐらいで、今からその動画アップロード云々とかしてたら、もう20時27分で、もう試合中に間に合わなくなってくる可能性がある。まあ今28分になったんですけど、まあこの後また試合を見てみようとは思っています。で、それによって今結果がどうなっていいのか、テレビから離れて。先ほどまでは、まあ、横浜ベイスターズさんの方が、まあ、3対2で逆転していたところだったんですよ。まあ、今後の阪神タイガースも今シーズンの目標として、あとは、他球団に対して、徹底的に、勝ちに行くと。まあ、こういうことになってくるんですよ。それは、巨人に対して、でも同じですね。そのやっぱり優勝回数や最下位の回数を整えなければならないっていう部分がありますので、まあ他にも他の部分とかもあるんですけども、やっぱり巨人だけその戦後最下位1回しか経験したことがないっていうところはやっぱり そこは僕はやっぱりそれは日本全体として見ると違うっていう部分があって。まあ、そういう意味でも、うん、まあ今日の試合以降に関して、まあ、対横浜ベイスターズ戦以外のところはとにかく全球団に勝ちに行くと。そうすることによって他の球団は勝率下がるわけじゃないですか。そういうプランなんですよね。今日僕はその試合前に考えていた内容っていうのは。それはそれで3対2になってる時点で合ってるのは合ってるんですよ。まあもう、まあ顔もちょっともう、もうこの時点で、もう撮影始まった時からもう法令線がこういう、まあ法令の部分のところで、まあこういうような法令線が出てるような形になってるみたいですけども、裁判所は真実が全てですからね、特別これは八百長をしようとしてるわけでもなくて、日本全体のことと地方交付税法と、まあもともと鉄道会社が、まあ、球団を所有していて、で、鉄道会社はもともと地方自治法によって自治体のものであって、まあ、各地方の人たちの労働力、まあ、他県から、他の都道府県から来られている方もいたとは思いますけども、基本的にっていう部分がありますから、まあ、その辺のところで、うん、まあ、お互い日本人、優勝というものを、多くの人たちが、他の球団の方たちも、まあ、楽しんでいただけるように、喜んでいただけるようにっていうのは、ね、これがまあ僕の、考えている、内容で、まあ、昔の楽天なんかは悲惨でしたからね、記事とかでも、テレビとかでもだいぶね、いろいろ言われてましたよ、その100敗するだとかなんだとかって、とその当時は。で、その、うん、あ、まあ東日本大震災の件とかもあるし、まあ、楽天や、まあ、ロッテの人たちも、まあ、上位に浮上していただきたいんですけども、昨日の時点でセ・リーグとパ・リーグの勝敗を見たときに、阪神タイガースが、2勝3敗。読売ジャイアンツも2勝3敗。で、ロッテと楽天も2勝3敗。この結果を皆さんがご覧になられてどう思いますかっていうところとかもいろいろ聞いてみたいですね。あ、まあ、うん。まあ、ちょっとパ・リーグの方なんですけども、もっと他から、楽天やロッテに、しっかりと援護していただきたい。もっといろんな商材、いろんなところのスポーツとか見ていったら、もっといろんなことが分かってくるかもしれませんけども、今だったらそのプロでバスケットボールとかもあるじゃないですか。で、ラグビーとかも影響があるのかどうかとか、ただしラグビーに関しては東京のチームがたくさんありますからね。
だからそこら辺のところまでどうなってるのかとか、もうサッカーと野球に関してはもう得点見ただけではっきり分かるじゃないですか。例えばヴィッセル神戸が5点差で勝っていて、阪神が 5点差で負けてる、かたや横浜ベイスターズが5点得点して、勝ってるだとか、まあ、それはそれで、ね、多分もうコンピューターとかその法律の世界で動かさない方がいいっていうことになってるのかもしれないですよ。見た目で証拠として分かるっていうところで、そこを途中で変えられたらっていう部分があるんですけど、ただ僕の方でも、その、まあ、神奈川県にサッカーチーム、一時期は J1 のチームが4つもあったと。で、僕が記載していた内容で得点を横取りしていたっていうところがありましたから、そのコロナウイルスの件のね、あの生物兵器に関する条約、その、まあ、1条から5条ぐらいまでのところですかね。まあ、その辺の各内容の違反、指摘した内容。その時にね、ヴィッセル神戸が取ってるのが1点だけで、4点、神奈川県のチームが取っていたと。だから、1条、2条、3条、4条、5条、この1条ごとに1点だとするのであれば、こちら側じゃないですか。だから、その辺のところでね、まあ、今まで神奈川県、サッカーチームに関しては神奈川県、チームが圧倒的に優勝してるんですよ、 J リーグ。昔の巨人みたいな形ですね。だからそれはもう絶対ダメよっていうことなんですよ。むしろチームの数一つの県でなぜ増えてるんですかと、エネルギーの残存量問題があるのにって。だからそれを大阪に関しても本当はチーム一つにしなきゃなんない、セレッソ大阪とガンバ大阪で、まあ、その辺のところでも、まあ、横浜ベイスターズに対して、まあ、サッカー界も、そこはもう、今は、今年に関しては、もう耐えなきゃならないっていうところ、踏ん張るの意味のところが、その自分たちが献身的にならなければならないっていう意味での踏ん張りですね。それが、今年のあの、神奈川県のサッカーチームであって、それによって、他の都道府県、まあ去年、ヴィッセル神戸優勝しますから、もうヴィッセル神戸の優勝なんか全然僕は、今年は望んでいません。まだ優勝、例えばしたことのないような球団のところが J リーグを優勝してくれたらいいなと思っています。ただそこまで試合直接テレビ見て取り組めるかっていうと、それはちょっと無理ですね。いろいろ加入する、例えばダゾーンだとか、そういうふうな話になってきますので。これがね、一つ一つ試合を精査していて、まあ、最終的に、まあ、とにもかくにも、皆さん、怪我がないようにというところで、で、方向性としてはもう今言いました。やっぱり、いろんな部分で、そのね、その、阪神タイガースのその、順位が今最下位じゃないですか。で、ヴィッセル神戸は、この昨日見た時点で4位ぐらいの位置づけだったんですよ。だからその辺のところでね、今後どうなるかって言いますと、僕からのそのプランなんですけども、もちろん横浜ベイスターズ以外の球団に対して阪神タイガースは全力で勝ちに行きます。そうして、ちょっとあのね、順位下げていかなかったら横浜ベイスターズがね、リーグ優勝と、あと、日本シリーズの方の話ありますが、阪神タイガースがクライマックスシリーズで2位の位置にいたいんですよ。で、3位から上がってきた球団をしっかり倒すと。っていうのは、まあ、私のプランですね。だから、どうなるかわからない。その、私の結婚問題の話とかもありますし、その、河川水門開始、飯玉発電、地下水流、ストレートトンネル発電とかが、こう、本当に本格的に動き始めたときに、まあ、私がその試合を見ながら取り組めるかっていうと、まあ、そういう状況は方法なくなってくるでしょうし、まあ、ということですね。だから、まあ、私の予想では阪神タイガースはまあ2位まで上がってきて、ヴィッセル神戸の順位が下がっていくような形になるんじゃないかなと思いますけども、ただまあ一応去年はそういう壁を一応出してるんですよ。先に電波でアホやっていう声が聞こえてきてるんですけども、今から言う内容を多分未来からのコンピューターがさっき分かってきて言ってきてると思うんですよ。
ていうことはもう僕は言ってるっていうことですよね。でもうここまで言ったらもう気づいてる人は気づいてるんですよ。去年阪神タイガースが日本一になって兵庫県のヴィッセル神戸も優勝してるんですよ。だそういう壁は突破してるんですよ。だなんかこうシーズン始まってから同じようなことを繰り返してるなっていうところも感じるし、昨日までの順位を見たときにその横浜ベイスターズが2位だったとは思うんですけども、どうでしたっけ、去年も阪神タイガース途中まで2位でしたよね。まあまあ同じような道のりというか、歩みというかそういう方向で動く可能性はありますね。まあこれから先試合が進んでいかなかったら、まあ結果としてやっぱりその時間軸までたどり着かなかったら僕としてもわからないんで、まあ現状今言えることはそれぐらいですね。まあ原監督からの、元監督の原さんからの分かったっていう声とふっていうような声がまあ電波で聞こえてきたんですが、まあそれを意味するところはちょっとよくわからないですね。まあだからまあ、今の順位と、まあ、今シーズンの目標を考えると、まあ、だから阪神タイガースは全力で、特に、ヤクルトと巨人に対してたくさん勝ちに行かなければならないと、こういうふうな形になるんですよ。まあ、他の球団の順位とかも見てっていうことにもなっていくんですけど、まあ、何ですか、阪神タイガースが2位まで浮上して上にベイスターズがいるような形ですね。ということで、もう一度試合中継に、見てみようと思っています。まあ、今頭の中でどうしてもね、阪神タイガースがその今テレビのチャンネルつけたら今逆転していたらとか、まあ、そういうことをねちょっと考えていて、今電波であかんっていうような声とか聞こえてきたりとか、まあ、そういうような状況ですね。まあ、とにもかくにも、中継に戻ります。